そうかよ。ちょっと待ってよ。じゃあこのマイク使うか。ちょっと僕じゃなくて。そうだよ。そうだよ。はい。はい。はい。ありがとうございます。大丈夫。声大きいね。大きく喋って。大きく喋ります。あ、何？はい。ちょっと待って。私のマイク。あ、青木さんちゃんとジングルドア平さんの曲頼むよ。え、平さんのニュートラル頼むよ。はあ、はい、皆さん、あ、もういいや、はしゃめちゃう。ジングルだっけ、いいよ、もう。今日は、ジングルなし？イエーイ、始まっちゃったわよ。今日も元気よく始まりました。マイミーの9歳さん、いいともじゃないよ。今日、いいとも夜8時からね、テレビ。そうですね。私が宣伝しなくなっていいよね。あ、どうも。またイケメン登場。はい、イケメン。今日はやたらイケメンが多いのよ。嬉しいだよ。帰れない。いや、帰れないわね、皆さん。そうだよ。はい。さあ、元気よく始まりました。また今日もですね、シンガーソングライターの平さん、ルーマニアからね、お帰りになったんでね。お帰りなさい、平さん。お帰りなさい。ルーマニアにね、行ってきたんですよ。お嫁に行った。お嫁ってさ。ルーマニアで、音楽の修行なのかな、見聞を深めに行ってきたんですよね。またその話も聞きたいなと思うけど、そうそう、今日の平さん情報ね。平さんまた4月の12日に三島の大社の森でイベントがライブがあるそうです。で、なんとまた5月の11日には静岡でライブがあるんだって。まず静岡に来る、行こう行こう。5月11日の、日曜日、静岡っていうのは知ってるんですけど、また詳細は改めて、場所はちょっとまだ三島には行けない、三島には行けない、静岡市内です。市内、はい、はい、チーズ、イエーイ。静岡市内で5月11日はライブがあるということで、静岡のどこだろうね、ライブ会場はね、はい。で、なんとその次の日にこちらエイシックにヤイズ TV に出演される予定です。やったー。予定ですからね、一応今ね交渉中ということで、できたらお願いしますという話をしておりますが、はい、そんな形で平さんの曲、今日もニュートラルをかけながらお届けしていきます。はい、今日金髪じゃなくて長髪です。今日もヘアスタイル変えてみました。青木さんいかがですか。可愛いです。ありがとうございます。する言葉を持ってました。言わせちゃったみたい。私可愛い可愛い。そうやって気分よく喋れるから。そうですね。ぜひお願いします。お願いします。お、汗かいてる。あ、緊張しちゃって。なんか緊張するの番組じゃないんですけどね。いえいえ、はい、初めて。そうですかね、ご紹介したいと思います。はい、焼津にあります、はい、はい、戸崎建設株式会社の青木哲也さんです。よろしくお願いします。お願いします。イケメンって言ってますけど。そんなにイケメンじゃないんですけど。いや、いいですよ。ね、顔もいいけどね、また性格がいいんだ、青木さんはね。ありがとうございます。でも結婚してるからね、あっこ。もう2人いるんだよね。2人、子供2人います。その情報いらない。それはいらないですね。あの、素敵な家族をお持ち。愛に国境はないです。言ってますけど、はい。で、私がどうしてね、今日ね、戸崎建設さんに来ていただいたかというと、はい、なんと私の家を建てていただきました。はい、ありがとうございました、本当に。そんなご縁がありまして、はい、今日はぜひ、あの、戸崎建設さんをね、ご紹介、はい、私もしたいなって思ってまして。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ていただきました。いえいえ。戸崎建設さんの、はい、は、焼津で何年経つんですか？もう42年目ですね。焼津といえば、はい、戸崎建設ですよ。皆さん知ってるでしょ。知ってる。八重の人ならね、そうですね、歩いて10分の人もいますし。あ、そうですね、ユニクロの前だね、はい、そうですね、ユニクロさんの前ですね。三画廟だよね。三画廟になります。はい、はい、そこにあの事務所がありまして、あそこにもあのショールームみたく、そうですね、中覗くと見えますね。
ええ、あの信号待ちで中見ていただくと見えるんですけども、うんうんうん、1階があのショールームになってまして、そうそうそう、はい、ね、木のぬくもりを感じるような、そうです ね、はい、戸崎建設 の、 そのコンセプトというか、やっぱり推してるというか、ええ、力入れてるのがやっぱこれ、そうですね、今これ、今これで映ってますかね。シーズですね。シーズ、はい、はい、どういう意味ですかこれ。これはですね、まあシーズってもあのこのスペルが S になると、うんうんうん、種っていう意味があると思うんですけども、うん、まあ、家を建てていただいたご家族に、うん、ご家族の笑顔が咲く種になるようなっていう、思いが一つあるのと、うん、ただここのスペルが C になってるのは、うん、そう、これが3つコンセプトありまして、はい、綺麗快適、お客様満足っていうですね、クリーン、クリーン、コンフォータブル、コンフォータブル、カスタマーサティスファクション。難しいなおい。発音は合ってるか分かんないんですけど。分かんない。綺麗で、綺麗、快適、快適で、それは入ってない。ワンダフォー。ワンダフォー。快適、お客様満足。あ、満足。はい、あ、そうか、その3つのスペルが、あ、頭文字が C なので、そうですね。その種とその3つのコンセプトを合わせてシーズという商品名で、うん、はいはい、今売り出しをしておりますだ、はい、お願いします、ね、はい、シーズの特徴は、はい、特徴は、まあ、うん、あの竹本さんのご自宅もそうなんですけども、はい、まあ、木材を使った、まあ、木をふんだんに使った、お宅を建てていまして、いろいろ木の効果っていうのはあるんですけども、まあ、口で何を言うよりも、まあ、住んでいただいている方に一番言っていた方がいいかなとは思うんですけど、あの霧の床にね、はい、させてもらったんですけど、冬暖かくって夏涼しいというか、なんか裸足でいたい感じ、あ、そうですね、はい、すごい気持ちいいんですよね、木って、はい、ね、冷たくなって、はい、これなんでしょう、こちらがあの霧の床、すごく軽いんですよ。